皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日もフジャンの特撮ヒーローワールドへようこそ。さあ今日皆さんにご紹介するのはついにこのウルトラマンです。最近ね、この近年大活躍中でございます令和のスーパービラン、ウルトラマントレギアです。はい、というわけでトレギア、ルーブの劇場版で初登場し、そして大河にも登場し、主役のウルトラマンたちを苦しめているというウルトラマンでございますが、ベリアルに代わって令和の悪のウルトラマンといえばもうトレギアですよね。で、今回トレギアのこのソフビなんですけれども、やっぱり悪いウルトラマンなので、一応ねラインナップ上はウルトラ怪獣シリーズの中の101番ということになっています。で、ね、トレギアはなかなか面白いデザインしてますよね。一応偽物とかではなくて正真正銘のウルトラマンではあるんですけれども、カラータイマーの部分とかもちょっとなんかね、ギプスのようなものをつけてて、見えないんですよね。お顔にしてもちょっと仮面をかぶってるような造形になってるので、真のフェイスというのがわからないんですけど、ちょっと顔に自信がないのかもしれないですね。まあ、それはちょっと絶対嘘だと思うんですけども、おそらくウルトラマンをこうある意味捨ててるんじゃないでしょうかね。真の顔とかが見えない造形っていうのがハンターナイト剣とかを思い出させるんですけども、やっぱりこうアーマー的なもので、体が隠れてるような造形っていうのはなんかこう男の子にとっては中二心くすぐられるデザインですよね。まあ、この真の姿というのが明らかになる日が来るのかはわからないですけれども、なかなか現時点のこの状態のデザインも、かっこいいですね。ベリアルが、黒とか赤を基調としたキャラクターであったのに対して、トレギアはこの爽やかなブルーなんですよね。悪役でブルーっていうのもなんか結構こうイメージとしては珍しいかなと思うんですけども、もともとは光の国出身という設定にはなってるようなんですけれども、まあ、太郎の親友でもあったということなんですが、まるでね光の国出身のウルトラマンらしからぬデザインですよね。やっぱり印象に残るのはこの仮面をつけてるお顔の部分だと思うんですけれども、結構この塗り分けの部分がねムラが、激しいようなイメージが店頭のソフビを見て思いました。割と僕の綺麗な個体を手に入れてるんですけれども、ぜひ店頭でねトレギアを買うときにはその部分などを注意してみてください。成型色は全てのパーツが黒色なんですけれども、塗装の面では結構面白いキャラクターでして、ブルーを基調としたキャラクターなんですが、なんとブルーが3種類も使われている贅沢なキャラクターなんですよね。まずこの頭頂部のねこのトサカの部分ですよね、メタリックブルーで非常にこの明るい発色のものなんですけども、この仮面の部分というのがかなり濃い色合いになってまして、でこちらは肩と共通なんですけども、あとこのボディの部分ですね、ここはもうね水色のようなカラーで、塗られているので、というわけで一粒噛み締めると3つ味がするようなね、そんな豪華な塗装となっているんですけども、あとはこのギプスのようなね、高速器具の部分の塗装ですね、ちょっとブロンズカラーのような、塗装となってまして、あと腕や肩の部分にもねちょこっとだけね塗装されてます。まあ、全体的にこんな感じですね。肝心な造形なんですけども、なかなか顔とかいい感じですよね。目元とかもこのちょっとゴツゴツしたディテールがしっかりと確認できますし、その目の周りの黒い塗装とかも塗り分けは細かいですよね。まあ、仮面をつけた状態でなかなかの雰囲気イケメンなんですけど、実際のお顔がどんな感じなのかね、楽しみですけど、もしかすると永久に見れない可能性もございますし、まあ、マスクとかこう仮面をつけてると大体の男はイケメンに見えるというね、そういった錯覚はございますから、ちょっとこのままでもいいかなとは思います。ただソフビの場合だと少し頭でっかちなんですよね。なのでそれによって少し頭身が悪く感じてしまうかもしれないですよね。まあ、仮面とかが少しボリューミーな分、体が割とスマートなので、どうしてもバランスが少し変に感じてしまうのは仕方ないのかもしれないんですけど、でもちょっとやっぱり全体的に頭でっかいですよね。これまでの悪いウルトラマンたちの中にはあまりないデザインをしていると思うので、ちょっと今後のね令和のウルトラマンたちをずっと苦しめていくような、ちょっとしつこい敵としてね活躍を期待しております。
ぜひ皆さんもウルトラマントレギア、なかなか面白いソフビですので買ってみてはいかがでしょうか。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。